感謝状が贈られたのは、沼津市の熊谷工業所の社長、熊谷光弘さん53歳です。今年5月、函南町の建設現場で73歳の男性従業員が突然倒れて心肺停止状態になり、熊谷さんは消防に119番通報するとともに心臓マッサージを行いました。熊谷さんは以前消防団に所属していて救命講習を受けたことがありました。初めてでもうドキドキでした。怖かったですよ。やっぱりとりあえずやらなければっていうのでいっぱいでしたね。従業員は搬送中に心拍が戻り、その後病院で意識が回復したということです。鈴木充消防署長は、早い行動力が命を救う最も大切なこと、熊谷さんはすぐに胸骨圧迫をし救急隊に引き継いでくれたと話していました。